鉄道によるコンテナ輸送が始まって50年になるのを記念したイベントが開かれました。昭和34年、東京の汐留と大阪の梅田間で運行を始めた初代のコンテナ貨物特急タカラ号が再現されました。子供の頃、私も線路際で夢中になって、貨物列車行くのを見てましたけども、ああいうウグイス色のコンテナがこう目の前を、ね、行き過ぎるのを夢中になって見てたのを、思い出しました。出発進行。鉄道のコンテナの輸送量は年々トラックに押されていますが、 JR 貨物は鉄道ならではの正確さや環境への優しさなどをアピールして新たな顧客を開拓したいと話しています。